私はイリス・マキナ。アマネーもチルチルもこの世界に来てからそわそわしてるのよさ。ここはクールビューティーが売りの私がしっかり締めていくぜ。お？ただいま使用中の札を無視して脱衣所に入ってきた変態野郎を発見！ふーん、お兄ちゃんにしては珍しいミスなのよさ。ほーん、ま、話を聞かせてもらおうじゃん。おお、私もそこら辺のことは心得てるぜ。トレインナイトに最低ってそっぽ向かれたらジエンドってな。お兄ちゃん、待って、これは司法取引ってやつなのよさ。マキナといいことしてくれたらこの件については口外しない。従わないならチルチルに告げ口することによって一気に拡散を狙うってのはどう？うほー、大量ゲット！ちょっとマキナ、図書室では走っちゃダメだよ。あー、ここは車掌の顔を立てて物分かりがいい女のふりをしておくのよさ。その代わり私がいろいろわきまえたいい女だって噂流しておいてくれる？車掌って割と慎重派なんだな。嫌いじゃないぜ。マキナを注意してくれてありがとう。それに本まで運んでくれて助かっちゃった。そこのテーブルの上に置いておいてくれると助かる。そうなのよ、私の夢はパン屋さん。だからセントイリスでも新しいパンを作れないかってアマネーと一緒に話してたのよさ。まあ普通に新しいパンを作るならこんなに調べ物をする必要はないんだけど、どうせならパン窯から作ろっかって話になっちゃって、それでいろいろ大掛かりなことになってるの。調べれば調べるほどパン作りの奥深さを知っていくのよさ。いやー、パンって本当にいいものなのよさ。でもパン窯自体はね、材料と人手さえあれば最短2日で作れるらしいの。もちろんきちんとした技術と経験を持った人が作った方が出来はいいだろうけど。まあ試行回数が大切だって言うなら100回パン窯を作ればいいだけだしな。だから一緒に窯を作ってくれる仲間を募集中なのよ。できれば愉快で手先が器用で気合と根性もあるやつ。ここは図書室よ。あんたたち静かにしなさい。お、ヤクヤクじゃん。パン窯ね。ま、どうしてもって言うんだったら手を貸してあげるわ。一通り揃ったで
引いてるけど、街中でも真っ白な雪が見られるのはいいのよさ。ちょっとマーキナ、そんな風にはしゃいでると転んじゃうってば。ひひ、私はこんなところですっ転ぶような女じゃないのよ。あんた絶対に転ぶわよ。ヤクヤク、縁起でもねえこと言わないでほしいのよさ。ヤクヤクが案内してくれて助かったなーってテンションマックスで大声で叫ぼうと思ってたのに、すっかり泣いちゃったのよ。マキナの気持ちが慣れてくれて助かったわ。でも役つくのおかげで立派な材料が買えたのは本当だよ。仲間に加わってくれてありがとう。私を誰だと思ってるの。この役つく様が店主に声をかければ一級品の材料が揃うなんて当然のことよ。社長ったらお腹が減ったの。間抜けなお腹の虫の音ね。そうだ、せっかくだからパンを食べてから帰ろっか。図書室で見た本にアイゼングラートの一部の地域ではパン食が基本だって書いてあったの。肉、魚、ジャム、その他にもいろいろな具材が入ったピロシキはもちろん、素朴なライ麦パンも親しまれているわ。ピロシキね。ここまで来たのに食べなきゃ損。片っ端から食べてやるのよさ。じゃあ善は急げっちゅうことでレッツゴー。ちょっとマキナ、そんなにはしゃいだら危ないって言ってるでしょ。ずっとやめなよって言ってたのに。ほら、私の言った通りじゃない。まったく、この調子だとマキナが迷子になるのも時間の問題ね。初めて作った割には見た目も使い勝手も悪くなさそうなのよ。控えめに言って大傑作。大変だったけどやりきってよかったね。なんだかすごい達成感。ま、ヤクーツク様の手にかかればこんなものね。そんなこと社長に言われなくても分かってるわよ。早速その新しいパンとやらを作ってやろうじゃない。その勢いよし、俺たちのパンにかけた思いを見せつけてやろうぜ。でもアイゼングラートで食べたピロシキの味が忘れられないのよ。魚入りのピロシキって初めて食べたけど、とっても美味しかったよね。実は私もまたピロシキを食べたいなって思ってるの。そうでしょそうでしょ、やっぱりピロシキは最高のパンなのよ。いつも自由奔放じゃない。いっそ気長にパン作りをしていこうよ。マキナと一緒なんだから行き当たりばったりな展開は覚悟してるもん。
ピロシキを作りながらその歴史と素晴らしさを教えてあげるわ。ピロシキ作りは新しいパン作りに必要不可欠な過程だもの。ねえマキナ、ピロシキには何を入れよっか。ピロシキは甘いも辛いも何でもありだからな。死ぬほど悩むけど、やっぱここはアマネーのカレーじゃね。よっしゃ、これを足がかりにしてイリスクラウドでパン屋の発見を